解けない。はい、どうも皆さん、ご機嫌の方はいかがでしょうか。ナオトです。さあ、今回はですね、ちょっとこちらの方を見ていただきたいんですけども、はいね、ちょっといびつな形してますよね。何かわかりますか。これ実はですね、ルービックキューブなんですよ。中国語で書かれてるんで何かわからないと思いますけども、ミラーマジックキューブって書かれてるんですけど、まあまあまあ、ここのロゴマークかなんかに書いてるんですけど、空手って書いてるのかな。なんで空手って書いてるのか。ここのメーカーさんが、作られたやつですかね。こちらですね、ちょっとあの説明書がね、中にあったかな。中身が空なのは後で説明します。あの説明書がね、またこちらもですね、中国語で書かれてるんで僕にはさっぱりわかりませんけど、通常こんな形になってるんですよ。こんな形ね、こうやって崩されてる形を、正方形に直すとね。あのちょっと見た感じだと、これが正方形になるかって話なんですけど、まあなるみたいです。でですね、説明書を見ていただきまして、なぜ箱が空なのか、ちょっとこちらの方をね、説明したいんですけども、はい、見てください。こちらがこのその、なんだ、ミラーマジックキューブって呼ばれるやつなんですけども、ね、すごいでしょ。すんごいいびつな形してるでしょ。絵に描かれてるこんな感じにね、正方形になるんですけど、いや、中身が出てる状態でなぜこんな形になってるのか。あのうちの知り合いがですね、あの勝手に開けて勝手に動かしちゃいまして、ね、見た感じすごい簡単そうなんですよ。実際その触った知り合いの人も、まあ簡単だから大丈夫だねって。で、僕もこれを紹介する前に一回ちょっと触ったんですよ。ちょっと貸してくださいって。いくらやっても全然できないんじゃない。ですんで、ちょっと今回紹介がてら、実際にこれちょっといくつ何分か回して、ちょっと完成させようかなと思います。で、元に戻した状態をちょっと 見せたいんですよ。っていうか、まず最初にその正方形の状態を見せたかったんですよ、皆さんに。くそ、なぜこうなってんだよ。ちょっとさっきの説明書にヒント載ってるから、多分これを見ながらやったら分かりやすくというか、すぐできるのかな。いや、ほんしゅうあいじにぼしあいでいあいしゅうしゅうって分かるかい。いや、絵だけじゃ分からへんって、こんなん。あ、ほら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 、ちょっとほら、さっきの絵みたいな感じで2面揃いましたよ。だからこれと同じ形をもう一個ここにくっつけたらいいんですよね。こんなもんが無正方形になるって思いませんよね、普通。すげえな、これ考えたら。ここだけ見たらあと1ミリ来てる来てる、近づいてはいると思うよ、これ。なんかすげえすげえ、なんかいい感じの図形ができた。ということでですね、こちらの、ミラーマジックキューブやらせていただいたんですけども、30分ほど回しまして、全く分かりませんでした。これはセンスのある人にしか頼めないですね。ちょっともしこれ解ける方いらっしゃいましたら、あの答えを教えてください。それか中国語が分かる方を教えてください。プライベートでやって、もし解けたら、ツイッターかなんかで報告させていただきます。ということで、今回はこちらの、マジックちゃミラーマジックキューブの方を紹介させていただきました。また次回ですね、パズルゲームとか、こういったちょっと面白そうなものを紹介させていただければなと思いますので、ではまたご視聴の方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録お願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。